はい、どうもです。いやー、先ほど現地から帰ってきまして、いやー、もうこんな展開あるんですね。なんとか3対2で見事勝ち切って勝利ということで、まあよくやりましたね。声出して応援して、で涙が出るなんてね、サッカー見ててそんなことあるんですね。まあなんとかね、ここで勝利できたので、いよいよ決勝も次進めるということで、相手は神戸ですか。まあちょっと1ヶ月もないくらい、まあ先ですけども、まあなんとかね今日勝ち切ったということで、まあ勝利を一緒に分かち合いたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、まあ今日の試合内容からして、まあそんなにね、悲観することでもなかったですし、ただまあ判定がね、どっちかっていうと、ちょっとマイナスなイメージが多かったんですけども、まあ言ってしまう最後のね PK の判定もね、いや今までの流れだったらマイナス悪い方に向くんちゃうかなっていうふうに思いましたけども、なんとかなんとかですよ。まあなんとか勝利できたということで、まずは一安心。はい、では早速振り返りしていきたいと思いますけども、まあ、先発メンバーはねこういう形で、ウェルトン出場せしということで、倉田がまあ先発ということでね、まあ、ハードワークできる選手ですし、まあ、ただリーグ戦とか見てると、まあ、この左の位置で出てた試合ではあんまりね、まあ、いいイメージというか、なかなか絡めない、ボール触れないっていう試合も多かった中で、まあ、今日の試合はそんなに悪くなかったかなと。で、まあ、久しぶりにねこの宇佐美と倉田のホットライン見れましたし、宇佐美のクロスもう少しでね、会えばシュートシーンっていうところもありましたけども、まあ、ガッツは見させていただいたかなと思います。試合開始直後に、まあ、山下、まあ、倒されるシーンありましたし、その後あの一森もね、まあ、頭ちょっとね怖いところもありましたけども、まあ5分くらい、ちょっと様子見てということで、そのまま、試合で続けることができましたけども、まあちょっとねああいうところがあると、怖いシーンではありましたけど、やっぱり一森のね、まあ、このセーブ、そしてまあロングフィードも含めて今のガンバにはまあ欠かせない存在となっておりますので、まあ、控えにね東がいたとはいえ、まあ、交代なく進められたのは、まあ、良かったかなと思います。で、やっぱりこのディフェンス陣、まあ、ここが、やっぱり、まあ、最後の最後で体張ってくれてると。で、福岡に至っては、やっぱりちょっとミスがね、まあ、バックパスにしても、まあ、パスミスもね、ありましたし、まあそこでね、まあ、決定的なシーンは作られなかったですけど、やっぱりねヒヤッとするシーンも多かったかなと。で、自陣で回してそこでパスカットされると一気にね、相手の得点チャンスとなってしまいますので、まあ比較的このディフェンスで回すシーンは多かったですが、まあできるだけね、まあこう前に運ぶシーン、まあダワンのねドリブルも良かったですし、まあそのドリブルが長いところでマテウスにやられるシーンもありましたけど、まあそういうところはね周りがまあサポートというか、まあできればいいかなっていうところで、まあこのボランチから前、そしてまあ福岡しんちゃんもそうですけど、まあ、ボール持って前にね運ぶことができたらどっかでまたフリーな選手生まれるので、まあ、そういう、まあ、ドリブルで前に進むっていうところも大事になってくるかなと思います。
で得点シーンですけども、まあ山田のシュート精度を褒めるしかないなっていうところで、まああれがよくまあワークに行ってくれたなと、まあ、キーパーまあ反応はちょっとするんですけど、まあ動けずということでね、まあいい位置に飛んでくれたので、まあ見事なゴラストということでね、まあそれを決めて今勢いにまあ乗ることができたかなと。まあその後のね失点、まあヤン・マテウス、まああれはねもう褒めるしかないなっていうところで、まあアンデルソン・ロペスのまあスルーパスもいいところにね、まあ、黒川が触れないところの延長戦に出せてるっていうところで、まあそこでまあ勝負あったかなっていう感じはしましたけども、まあマテウスの決定力と、うん、まあ、そこはもう褒めるしかなかったかなと。まあそのままね1対1で、まあ、進められている状態で、まあ、どっちかというとガンバ先制されるシーンも多かったですし、まあ、この中で、まあ、最初にね先手取ったことによって、まあ、そのまま、うん、まあ、イーブンのまま試合進められたのは良かったかなと。やっぱり後半入ってもね1点ビハインドのままで進んでいくとなかなかねこじ開けるのは難しかったかなとは思ったんですけども、まあちょっとね、まあ、この前線の選手、そして山下のね、一番働いてくれてたかなと、まあ、山下のこの突破、そして前に、まあ、ロングボールに、まあ、追いつくと、すごいですよね、この、まあ、前に出せばなんとかしてくれるっていうね。スピードを生かした攻撃が非常に効いてましたし、やっぱり相手選手にねイエローカードを3枚くらい出させてたので、まあ、そこはねやっぱり相手もイエローを出ると、まあ、出にくいところもあるでしょうし、そういった面でもだいぶ貢献度は高かったかなと。で、まあ、後半入ってからもね非常に、まあ、自分でドリブル打つシーンもありましたし、突破して、っていうシーンもありましたけども、まあ決定力、そこさえあればというねシーンは多くあったんですけども、まあチャンスメイクという意味では多く貢献してくれましたけども、最後の最後決定力シュートシーン、そこがあればなおよしというような感じじゃないですかね。まあ宇佐美も含めてシュートシーンはかなり作りましたし、まあ、攻撃では、まあ、そんなに悪くはなかったなというような感じでしたね。で、まあ、決定的なシーンもまあ少なからずありましたし、まあ、フリーでシュート打つシーンもありましたし、まあ、そういうところでしっかり決めきれていればというような感じではありましたけども、やっぱり宇佐美がボールを持つとやっぱり何か起こしてくれるんじゃないかっていうね期待感は多くありますけども、でやっぱりボールのキープ力が高いので、あのエリア内でボールを持って宇佐美が、まあ、ボール、まあ、仕掛ける、そしてパスを出すという選択肢がある中で、まあ、相手は足を出しづらいっていうような状況を多く作ってくれてたので、攻撃の軸としては、かなり、まあ、宇佐美であの辺りに預ければ、まあ、パス交換で突破したりっていうシーンもね多く作れていたので、まあ、そういう形が、まあ、今後も続けていけたらいいかなと思います。まあ、後半43分ですね。でまあ、終了間際のところでアンデルソン・ロペスに決められると、いや違う、一森がセーブするんですね。まあ、そのシュート、強烈なシュートを一森がセーブして、でその後をね松原に詰められるっていうシーンでしたけども、まああれもね、まあ、よく一森が不正だなと、まあその後のね処理がまあ難しいところではありますけども、いやあの威力のシュートをまず止めてますがなっていうね、そこはもう褒めてあげたいですし、まあ素晴らしいキーパーやなっていう感じはしますけども、ただそこで失点と、マジかっていうようなね、今までだったらもうここで万事休すっていうような状況ではありますが、まあ最後まで諦めてなかったですね。メシノのスローインから鈴木徳馬がクロスを上げた先に、まあ、中谷と、
めちゃめちゃいいシュートヘディングするやんっていうね、よくそこでね決めてくれるたなっていうような、やっぱそこでね息を吹き返したと言いますか、まあ、やっぱ涙が出ますよね。あの状況でなんとか追いついたと、まあ、中谷選手のね気迫が気持ちが伝わったプレーでしたね。決めた瞬間にね飯倉と、まあ、福田くんが、まあ、福田くんはね普通にボール取りに行こうとしたところ、まあ、渡してくれなかったんで、あそこどういう会話してたのかなっていうのが気になりますけども。で延長戦入って交代選手もしながらっていう形で、で一瞬ねまあハンドという形で PK の確認中という表示が出て、あマジかと、まあここに来てそれはないだろうっていうね、気持ちで、まあ、あの数分間待ちましたけども、まあ、結局ね、まあ、オンフィールドで確認っていう形で、まあ、モニターに表示されましたけど、まあ、ちょっとねよく見えなかったですし、まあ、結局ハンドじゃなかったっていうことなので、まあ、何でもいいんですけど、まあ、その後ですよね、本当に後半延長後半のアディショナル、まあ、全員がねもうちょっと足つってる選手もいた中で、まあ、最後宇佐美が、まあ、前線、まあ、坂本に渡してで一人で突破して、まあ、ディフェンダー一人残ってたんですけど、まあ、その選手もね左右に振ってそのスライディングもかわしてで決め切ると、それが決勝点ということでね、まあよく決めてくれたなっていう、まあこんな展開ありますかというね、まあだいたいガンバ先制する試合も少ないですけど、下とて追いつかれてっていうような試合が多い中で、まあ追いつかれてもそこから、逆転されても追いついてさらに取り切るというような、まあ、今シーズン一のいい試合を見させてもらったなっていう気持ちでいっぱいですね。まあ、決めた山田、まあ、山田ね前半で、まあ、後半からはまあ途中で交代、することになりますけども、まあ、ゴラストもありで決めきった中谷、そして坂本と、まあ、ゴール決めてる選手はいるんですけど、まあ、今回の、まあ、個人的な MVP としては山下かなと、まあ、彼の存在が一番大きく効いてたんじゃないかなと、まあ、相手の、ねまあ、ディフェンダーも翻弄しながらで突破してで相手の、ね、カードを誘うシーンも多かったですし、やっぱりここがね今のガンバの攻撃の軸になっているので、この両サイドから、まあ、攻撃仕掛けるという形が作れているので、で、まあ、福田くんもね左で入って後半から入ってでシュートシーンもありましたし、まあ、ただ正面のシュートもありましたけども、まあ、そこで、まあもう少しシュート精度そしてシュート力ミートがあれば、まあ、より強力なストロングポイントになりますし、まあ、メッシのに至っても後半から出てきてで、まあ、決めるシーン、まあ、シュートシーンが、ね、あったんでね、そこは枠さえ行けばっていうようなシーンもありましたし、まあ、そういったところで、まあ、決めきる選手がしっかり決めて3点取って勝ち切ったっていう内容で、まあ、私は非常に満足しております。やっぱりガンバはね失点ありきのチームなので、まあ、今シーズン全体的に失点は少ないですけど、それ以上に取れと、そういうチームでいいんじゃないかなと思います。なんとか勝利をもぎ取って決勝進出ということでね、で、まあ、ガンバとしては4大会ぶりの、まあ、決勝ということですけども、まあ、相手が神戸ということでね、まあ、そうなってくると、
71大会ぶりの関西勢の顔合わせということで、まあ、そんなに前のことはあんまりわからないですけども、まあそれやったら関西でやってくれよっていうね気はしますけども、まあ、国立で、まあ、決勝ということでね、そろそろ元日にね、やらないっていう気もするんですけど、まあここ数年ずっとね元日にやらない天皇杯ですけども、まあなんとかこの決勝戦もね勝ってタイトル取りましょう。次節は11月9日、まあ、アウェーでジュビロですけども、まあリーグ戦終わったわけじゃないですけど、まあ可能性としてはね、まあ残されているらしいですが、まあ目の前のね試合、まあ2週間空くので、まあしっかり休んで、まあこの試合集中して、まあ目の前の試合をしっかり取る、勝ち癖をつけるという意味合いもありますし、しっかりとね勝って弾みをつけていきたいと思います。こんな感じで適当なこと言ってますけども、もし何かありましたらコメントのに残してもらえたらなと思います。一緒に頑張る大阪応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。